いや、くたまったら大丈夫でしょ。明るい時間の散歩。まあ、でもそれでまだ四国にいるっていうのかな、台風。なんか台風のなんだろうね、なんかあったんでしょう、外側というか。わかんないんだけど、ね、今こうやって普通だけど現状は。まあ一応海があるぐらいだからね。よくわかんないけどね。本当に。風強いな、やっぱ風強い。じゃあちょっとやめとこう。何が？埼玉とか行くの、まあ、帰れなくなりそう、マジで。奥多摩にしとこう。高速道路が通行止めになってもね、入れるからね。うん、東京都内なら。まあ、都心の方がきついけど。うん、都心かね。怖え。都心も怖え。風強いな。マジで読めねえな。無理に出勤しなかったの英断ではなかろうか。うん、外歩けんの、あんな雨。いや、昨日はやめて正解だよ。昨日はやめて正解だよ。このマーブルチョコレート、うめえんだけど、めっちゃ甘いの、これ。ちょっと風強いね。メールで来てたもん。もう状況見て早く帰ってください。あ、そうなんだ。メール来た。でもさ、その従業員任せってやり方って本当責任逃れしようとしてるのが人間でちょっと嫌で。いや、あのね、なんだろうね、どっちとも言えないけど、それが前みたいなのクソ上司いたじゃん、うん、あいつのそばあったら最悪、返してくんねえから。え、じゃあ大丈夫だったそれ。え、なんで。あ、いやいや、他の部署の人。いや、そいつは知らねえ。いや、そいつだって違うとこ行ったでしょ。うん。いや、だからそこにそいつの元にいる人たち大丈夫なのって。あ、全然わからん、うん、あ、ごめん、ポップ。え、ポップ怪我あるか。なんか触ってる気がする。え、違うと思う、草だと思う。あ、草か。俺もそんなの知らんか、書いて。ちょっとね、悪い気だめ上司バカだもん。だって、台風終わったら来いとか言ってんの。で、注意されてたもん。
それで日産の人に。え？あ、日産って言っちゃった。社員に怒られたもん。なんで？え、いや、いくらその台風が収まった状況だからといっても来ないでくださいっつって怒られてたもん。あ、来ないでって言ったの。うん、そりゃそうだよ。来てくださいって言って怒られたの。いやいや、だからあいつが勝手に台風収まったんだったら来いみたいなことを言い出してきて。台風収まったってさ、俺シカトしてたけど、この人何言ってんだろうと思って。そしたらその大元の会社の人に怒られてたもん。いや、いくら台風が収まったからといっても来ないでくださいねっつって。二次災害もあるし、電車のバスだって止まって運休になったりするし。そうそうそう、うん、ね、おやほらバリけどやめたもん。そうなったから。読めない。で今弱いじゃん。でもちょっと怖いねこれ。風強えもん。さあ、はい、行ってみますか。怖いな。じゃあもう気をつけてね、台風怖いよ。あ、羽おかしくね、これ大丈夫？ハトなんか羽おかしくなってる。うん、折れちゃった、大丈夫？なんか痛くないの？サガイガ行ってみるか。サガイガ行かないの？どうせだから見に行ってみようかなって。ああ、一応下までは出るんだね。ギリギリだな。昨日よりかはだいぶマシになったかもしれないけど。強い。風が強いな。あ、これまだ。ギリギリだもんこれ。あ、そうなんだ。あ、やっとで。あんまり安全とは言えないねこれ。怖いな。まだ読めないね。めっちゃカワセ見てわーなんて言ってた。どうする？もう行く？どこにって家にだよ。どこにって家にしかねえじゃん。顔も添えて右行った。あ、いいよ。こっちが好きなんだよ。こっちが雨上がりあんまり行きたくないんだよね。まあビタビタしてるから。違う、昼がつくから。ああ、昼。なんかここ昼いるんだよね。多分川近いせいなのかしらんけど。腹減った。僕の足につったらマジ心臓になるんですよ。あ、ついたことあったの？何回も。怖っ。 こっち側歩くと大体なる。素手でさ、ちょっと、あとナメクジのもう出る。家帰って落ち着いたらこっちも。そうしよっか、早めに入れよ。ちょっとこれ夕方は外出ない方がいいかもしれない、マジで。
な、本当に。